東京工科大学は1986年の開学以来、時代を捉えた学びと専門的な研究を行える環境を整え、進化を続けてきました。現在は八王子と蒲田、2つのキャンパスに6つの学部と大学院研究所を有する理工系総合大学へと発展。全6学部が専門性を追求し連携することで、持続可能なサステイナブル社会の実現に貢献できる人材を育成します。実学主義教育は、国際的な教養や豊かな人間性を養う人間形成と、専門的な知識や問題解決力などを培う能力形成からなります。実学主義の教育を通して身につく力として、ラーニングアウトカムズを定め、これら6つの力を備え、社会や技術の変化に柔軟に適応し活躍していける人材を育成します。今もなお歴史を刻みながら成長の歩みを続ける東京工科大学。片柳学園創立70周年記念事業として、教育環境の一層の充実を図るために、蒲田キャンパスがさらに進化。東京工科大学は、実現したい夢が必ず見つかる将来の見える大学です。